右が処理をしたブロッコリーで左が処理をしていないブロッコリーになります左の処理していない方は色がかなり抜けていますね右の処理した方は形が綺麗でかなり色鮮やかになっていますねおはようございます幸せに切ると書いて昴生ですはい今日はですねブロッコリーの新しい火の通し方をご紹介させていただきたいと思います今日から皆さんのブロッコリーの概念が変わりますはいそれでは早速 作っていきましょうまずは新鮮なブロッコリーの選び方をご紹介させていただきたいと思いますブロッコリーは成長したら花を咲かせるんですけど僕たちが普段食べているブロッコリーは花を咲かせる前のつぼみの状態になります花を咲かせる直前になったらだんだんと全体が黄色みがかかってきてつぼみが開いて房と房の間が開いてきますブロッコリーが花を咲かせると花に栄養を取られるので美味しさが半減してしまいますですのでブロッコリーを選ぶときは右のブロッコリーのようにつぼみが閉じ つぼみ同同士、房同士がが密集していてていい黒ずんでいなくて形がこんもりしていて濃いい濃緑色のもののを選ぶとと間違いないと思いな思ますこの左のブロッコリーですと黄色みがかかっていますしこちらの左のブロッコリーですとふさ同士の境目がわかりますしつぼみが少し開き始めていますそれと下の葉っぱがついていると葉っぱに栄養が取られてしまったりするので下の葉っぱが処理されたものを購入するといいと思います次にブロッコリーを洗っていきますブロッコリーはそのまま洗っても 水を弾いてううままく洗うことができませんブロッコリーは水分の蒸発を防いだり雨や病気から身を守るためにブルームと言われるものを分泌して自らをコーティングしているので食べても害はないですが中までうまく洗うことができません。ですのでボールに水を張ってブロッコリーの房を下にしてから洗っていきます。ボールに水を入れるときはボールの中心に勢いよく水を出してしまうと水をはじいて周りが水浸しになったりするのでボールの側面に沿わせながら水を出していきます。こうやってねじ 手洗いすることで中まで水がしっかり浸透して洗うことができますたまに房と房の間に虫が入っていることがあるので注意しながら洗っていきます茎の部分も軽く洗っていきます この時点でかなりブルームが落ちていますね。白っぽくて油っぽいものがブルームになります。このブルームはよく農薬と間違われたりしますが農薬ではありません。実際にこのブルームが原因で農薬騒ぎになったこともありました。今は品種改良されたりしていますが、キュウリやブドウもブルームで覆われていたりします。念のために綺麗な水で表面をさっと洗い流しておきます。ボールを綺麗に洗ったらブロッコリーの房は密集していて中に虫が入っていて虫が取れていない場合があります。 ボウルに水を張ってフサを下にして浮いてこないようにザルなどで固定したら10分ぐらい水に沈めておくことで中から苦しくなって虫が出てきたりする場合もありますので確実に処理していきます汚れは取れましたが虫はいませんでした念のためにさらにきれいな水で表面をさっと洗い流しておきます 作業体に対してまな板を平行に置くことによって食材を正確に切りやすくなりますまな板を置く位置は体から拳1個分ぐらい開けておくことで自然な姿勢で構えられるので疲れにくくなります次に房を切り分けていきます細かな作業をするときは小さいペティナイフを使うことによって小回りが効いて作業しやすくなりますまずは周りの葉っぱは使わないので切り取っていきます 野菜の皮を剥いたりするときは小さなバットなどを用意すると後でまとめて捨てやすくなります。続きまして切りやすい外側の茎の根元から一つ一つ切り取っていきます。 中心部分になればなるほど、房が小さく茎が細くなっていくので、中心部分を一本一本切り分けていたら小さくなりすぎてしまうのでまとめて切っていきます。そしてブロッコリーの大きさをだいたい同じぐらいに揃えていきます。 茎の方から1センチぐらい切り込みを入れたら、あとは手で裂いていきます。手で裂くことによって、まっすぐ包丁で切り落とすよりも、形が機械的にならずに、自然な形に仕上げることができます。軽く茎の形を整えます。これをさらに半分にしていきます。 こんな感じで大体大きさを揃えます。咲いてから形が歪になったものは形を整えていきます。茎の出っ張っている部分は口に残ったり見た目が悪かったりするので形を整えていきます。さらに太いブロッコリーの茎の根元の皮は分厚かったりして口に残ったりするので軽く皮を剥いておきます。 茎の根元から一つ一つ切り取るときに斜めになっていたりするので切ってまっすぐ揃えていきます。 こんな感じで見た目が綺麗で口に残らないブロッコリーが完成します。見た目が全然違いますね。1個あたりが大きかったら茎から包丁を入れて大きさを揃えていきます。ある程度大きさを揃えておくことによって均一に火を通すことができて色も安定します。茎を揃える作業なら茎を揃える作業で同じ作業は一度にまとめてやることによって効率よく作業を進めることができます。ブロッコリーの茎を切っていきます。大きな食材を切るときは大きな包丁の牛刀などを使うと 安定して作業することができます。まずは乾燥している切り口を薄く切っていきます。ブロッコリーの茎は捨てる人が多いと思うんですけど、実は茎の中の中心部は甘くて食感がコリコリしていてかなり美味しいんです。茎の周りの皮を厚めに切っていきます。ここの外側の皮の色が変わっている部分が口に残りやすいので分厚めに切り落としていきます。あとは料理に合わせて切っていきます。 最初のブロッコリーの洗い方だけだったらこんな感じで密集している房と房の間の虫や汚れは完璧に取り除くことはできないので袋にブロッコリーを入れて水を入れて振り洗いしていきますこうすることで完全に安心して召し上がることができます水は一気にひっくり返すと汚れも一緒に被さるので一個一個手で取り出していきます こんな感じで弱いつぼみも一緒に振り落とされますせっかくなんで実験で右のブロッコリーをきちんと処理をして火を通して左のブロッコリーを処理をせずに自ら茹でていきますまずは何も処理をせずに水からブロッコリーを茹でていきます 火をつけてブロッコリーに火が通って取り出すまでに11分30秒かかりました。茹でたブロッコリーをそのまま冷まさずにザルにあげておきます。これを和食用語でおかあげと言います。長時間お湯に入れていたのでブロッコリーの色素成分が抜けていますね。次にきちんと処理をしていきます。まずは鍋にたっぷりの水を入れてお湯を沸かしていきます。次に火をつける前に塩を入れていきます。塩を入れてから火をつける理由はお湯を温めた状態で塩などを入れると と言っってててて爆発的にに沸騰ししおお湯がが飛び散って火傷すすするる恐れがあるからになりまま氷水を用意しておきますもちろん、ブロッコリーを最初から茹でても美味しいのですが、今回は違ったアプローチ方法で火を通していきたいと思います。網と鍋と同じぐらいのボールを用意します。蒸気が上がってくるので、火傷に注意しながら、ブロッコリーを網の上に乗せていきます。ボールで蓋をして蒸していきます。茹でずに蒸すことによって、水溶性のビタミン C などの栄養素や、色素成分や旨味が抜けにくくな なるので色鮮やかになって栄養満点ででがが濃いブロッコリーを作ることができます時間になりましたら蒸気の焼け土に注意しながら奥側に蒸気を逃がしつつボールを取っていきます次に蒸したブロッコリーをお湯の中に入れて30秒間茹でていきます最後に茹でることによって酵素を分解して硫岩油化合物の放出を減らすことで青臭さを軽減することができます蒸すだけだと青臭さが残りますし茹でるだけだと栄養素や色や旨味が抜けやすくなるので このように2段階に分けて火を通すことによって蒸すと茹でるの利点を最大化することができますおそらく史上初の火の通し方だとは思いますがやる価値はあると思いますたっぷりのお湯でブロッコリーを茹でる理由はブロッコリーの緑色はクロロフィルと言われる色素成分なんですけどこのクロロフィルは熱と酸に弱いという性質がありますですので食材に対してお湯の量が少ないと食材を一気に入れた時にお湯の温度が下がって温度が上がるまでその分長くブロッコリー ブロッコリーを入れておくことになるので、たっぷりのお湯を沸かして、温度をできるだけ下げずに、できるだけブロッコリーのお湯につけている滞在時間を短くすることで、色が抜けないようにしています。ちなみに、熱に触れる時間を短くすることで、ビタミン C などの熱に弱い栄養素が抜けていくことを防止する効果もあります。塩を入れる理由は、下味や塩のナトリウムには、恵みを抑える効果と、ビタミン C などの栄養素を残りやすくする効果があったり、塩が水の沸点を上げて、 を少し高い温度で茹でることによってクロロフィルが分解する前に素早く茹でることができるのでブロッコリーの明るい緑色を保つことができますそして加熱しすぎないことでブロッコリーの風味も良くなります塩の量はお湯に対して 1.5%が味が付きすぎず、色を安定させるのにちょうどいい塩梅になります。お湯にブロッコリーを入れたら、ブロッコリーは浮いてきますが、蓋はしません。蓋をしてしまうと、野菜に含まれているウ酸や、他の酸が揮発しにくくなるからになります。酸が揮発しないと、お湯は酸性が強くなります。ですので、蓋をしないことで、野菜から出た酸を揮発させることができます。クロ,ロフィルは熱と酸に弱いので、できるだけ色が抜ける可能性をなくしていきます。ブロッコリーの火の通し時間は、 季節やや産地や状況によっって違うので食べたり触ったりり触しながら確確認すするとと実かと思いますこの2段階の火の通し方の場合は、茹で時間30秒を変えずに、蒸し時間を2分15秒から2分45秒ぐらいの間で調節してあげるといいと思います。ブロッコリーに火が入りましたら、クロロフィルは熱に弱いので、おかあげはせずに、すぐに冷水に落として急速に冷ましていきます。ブロッコリーを長く水につけていると、水溶性の栄養素などが抜けやすくなりますので、冷めたら すすぐにに水水の中かから取りり出ししてていていいいるをっっ切きますそして、ブロッコリーをザルにあげるときは、水は痛みの原因になりますので、水が切れやすいように、ふさを下にしておいていきます。きちんと茹でられているか、真剣に味見をしていきます。栄養素や旨味や食感など、確認するところが多岐にわたりますので、決してふざけないでください。 ブロッコリーを保存するときは少し大きめのタッパーに余分な水分が吸収されるようにキッチンペーパーを敷いてから房を下にして保存していきますブロッコリーを重ねてしまうとブロッコリーに負荷がかかって傷みやすくなるのでお気をつけください 右が処理をしたブロッコリーで、左が処理をしていないブロッコリーになります。左の処理していない方は、形が歪で、お湯の滞在時間を長くして、塩も入れていないので、色がかなり抜けていますね。右の処理した方は、形が綺麗で、かなり色鮮やかになっていますね。ふさと茎を見れば一目瞭然ですね。いやー、うまそうですね。いただきます。まずは処理していない方からいただきます。 こちら処理していないので、食感がなくなって、うまみが抜けて、色も抜けて、栄養素も抜けていますね。そして、青臭さが際立っています。続きまして、処理をしたブロッコリーをいただきます。いや、うん、まっ。何これ。もうめっちゃ肉うまいね。 いや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 もう段違いですねしっかり処理をしているので歯ごたえがコリコリシャキシャキしていて見た目がものすごく良くてうまみがものすごく濃厚で栄養素もいっぱいなんで僕の体がめちゃくちゃ喜んでいますねこちらの処理をしていないブロッコリーは後でゆっくりいただきますいやー今日もめちゃくちゃ美味しかったです食材に感謝ごちそうさまでした はい、それでは、新しいブロッコリーの火の通し方、いかがだったでしょうか直そうと思っても直せないもの。それが自分の個性になります。朝苦手なのが直らない。大雑把なのが直らない。神経質なのが直らない。落ち着きがないのが直らない。めんどくさがりが直らない。これらは一般的にマイナスなイメージのものばかりです。人はないものを数えたら不幸になります。皆さんにあるものは何ですか朝が苦手ということは夜行性な場合が多い。夜は朝に比べて時給が高かったりするから男 だと考えてみる朝が苦手だから昼から働ける職場を探してみるとかあくまでも自分の特性を理解して人の価値観に自分を合わせるのではなく自分の価値観に合った居場所を見つけた方が人はより輝けたりします神経質な人は気配り上手で細やかなことが得意大雑把な人はおおらかで人当たりがいいからコミュ力が高い人が多いしその人がいるだけで場な和んだりする長所と短所は表裏一体で自分の個性をどう生かすかが大事だと考えています自分の 個性を嫌いにならずに自分の個性を受け入れて人生を楽しみたいものですねこの動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします今日もご視聴ありがとうございました